こんにちは、アマさん6494です。ラストイデア、続きやっていきたいかなと思います。エリアン。槍を持つ女からいきましょうか。真実から逃げてた。エスティルさん、ヴォルドラに加担するのは辛くて苦しかった。でもそうしていれば、そうしている間だけは母さんが生きてるって思い込めたから。エスティル、その名で呼ばないでほしい。どうして？エスティルと将軍につけられた名前。私の本当の名はキーラ。母さんからもらった大切な名前だ。わかりました。じゃあキーラさんって呼びますね。ありがとう。私はあいつを追う。奴を倒し、あの薬を奪って捨てる。そうしないとまた誰かが悲しむこと。何を言っておる。わしらも一緒に行くぞ。バカな。お前たちが勝てる相手ではない。なぜ私のためにそこまでする。私はお前らの敵だった人間だぞ。そう、その通り。お主を信じたから、ベヒーモスからあの村を救えたんじゃ。今度はうちらを信じてくれてもいいんじゃないの？お前たち。余裕の勝利だ。
けた。くそ。エステリオ、話がある。宣告のは嘘だ。お前の母親はまだ生きてる。囚われてはいるが、ゴルドラ城で元気に生活している。本当だ、誓ってもいい。信じてもいいんだよな。ああ、本当だとも。ここでこいつらを始末したら母親を解放してやる。たやすいことであろう。お前は槍のイデアと呼ばれるほどの槍の使い手なあ、エスティルよ。信じる。信じているぞ、お前たち。何を、エスティル。私はキーラだ。二度とその名で呼ぶな。さすがに引っかからぬか。ならば最後の手段だ。この薬、我が体で試してやろうぞ。親子揃って最後までバカなやつ、ライオン。これはゴルドラ万歳。その火薬、そんな薬を母さんに食らってやる。フラリーで。だがお前たちにも感謝してる。ありがとう。本当にありがとう。キーラさん。仕方あるまい。彼女には彼女の人生がある。これがトレジャーハンターの力だ。クエストクリア。オークションカスタリー。
経験者これえこれ取る取っちゃおうかえ相手弱すぎないかこれさあ行こうかバレしちゃう。お楽しみはこれからだ。ホルセール講座。講座。金座。なんか一度だけど。行きましょう。まあ、ただ、ノーマルだと弱すぎる。まだ時間あるね。じゃあ続いてみましょうか。え、なんかある。え、何これ。何戦みたいな。炎の時間。ちょっと待ってよ。ほう。新しいの出た。え、クエストは？でしょうか。炎の試練は炎の試練でやろうかなと思うのでこの動画ではストーリーの続きを見ましょうか。もう一本取らないと。あ、でも、結局本は欲しいんだ。じゃあ、あれね、じゃあいいよ。
かわいい。これはつまりどうしてもこの私に炎の魔法を習いたいってことよね。いいわ、特別にあんたを特訓してあげる。でも勘違いしないで、気が向いたから教えるだけ。ここはね、試練の塔って言って、歴代のイデアたちもみんなここで修行した勇者正しい場所なのよ。そういえばこの間も言ってたけど、そのイデアって何さ。はあ、あんたそんなことも知らないの。いい、イデアってのはね、魔法や技などを極めたもの。その道で世界の頂点に立つものと言ってもいいわ。そして私こそが炎のイデア、天才魔導士アンジェリカってわけ。その私直々に特訓してもらえるなんて、あんた最高についてるわ。なんだけど、この塔、私が目を離した隙に魔物に占拠されちゃってるのにね。私一人でも楽勝で魔物なんか追い払えるけど、ちょうどいいかもね。どうせなら、あんたの鍛錬のために一緒に連れてってあげる。私の繰り出す魔法の数々を間近で見られるんだから感謝しなさいよね。って、何を、あんたたちも一緒なの？あ、気にしなくていいよ。うちらただの見学だし。まあ、いいけど。でも、邪魔したら丸焦げにするからね。はい。この間の仮面の男、強かったわ。悔しいけど、それは認めるわ。フェニックス！ということで、一旦これを見したいかなと思います。まあ、時間の都合です。まあ、多分次の動画で、これまでいけるかなと思います。はい。ということで、では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。